大変長らくお待たせいたしました、先頃2月10日新年会開催いたしましてからもう2週間経ったのでございます。本年もまた毎月行ってまいりたいと思っております東徹国政報告会、会を重ねまして今回第8回、本日ここスイスホテル南海大阪までお運びいただきまして誠にありがとうございます。さて今回は国会会期中ということでございまして、国政報告またたっぷりと質疑応答も行ってまいりたいと思っております。ではここから参議院議員東徹の国政報告開会いたします。東議員よろしくお願いいたします。皆さん、本当にお忙しいところですね。今日も国政報告会にお集めいただきましてありがとうございます。今年最初の、国政報告会ということで、お越しいただきました。先ほどあの高野からもありましたように2月10日にはですね、東徹閣僚の、恒例の、講演会行事なんですけども、新春の集いがありまして、そこにもですね、今日お越しいただいているたくさんの方々来ていただきまして、本当にありがとうございました。新春の集いではですね、いつも司会者のやっていただける司会者の方がいてるんですけどね、その司会者の方がですね急に倒れましてね、司会席についてからはい、で、急遽、高野の方がですね代わって司会をやってもらったんですね。はい、たまにはねちょっとね言うとかっててねでは高野はね、皆さんご存知かどうか分かりますけれども、関西大学のですね、有名なの落ち研でね、落ち研で、なんか全国チャンピオンだったらしいですね、落語でありがとうございます。ちょっとたまには説明しとかないとねまあうまくですね、最後まで、新春通りね、終わったんで、ね、本当に良かったなというふうに思っております。今日はもう今年最初の国政報告会なので、いよいよ本当に今年はですね、大阪にとっての勝負の年だなというふうに思ってます。僕らも大阪維新の会を作ってですね、もう丸8年になるんですかね、もうすぐ8年になるんですけども、本当にこの8年間ですね、なんとかこの大阪をですね、成長する大阪に変えていきたい。で、今までは、大阪どん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 と衰退してきたと。で、このままだったら大阪ダメになってしまうと。なんとか大阪を、成長させていきたい。そのためにはやはり大阪市大阪府、ここを力を一つにするしかないよねということで、橋本さんと一緒にですね、当時松井さんを持って、大阪維新の会を作って、やってまいりました。8年経ちました。前回ですね、都構想住民投票、負けましたけども、もう1回、3年前にね、2年半前なんですかね、吉村市長と松井さんとですね、知事と出て、でもう1回都構想をやるために選挙をですね、戦って、そしては、いよいよ今年はですね、その都構想もあればね、それから後から言いますけども、IR、万博、こういった3つのですね、大きな、勝負がですね、かかった年ということです。なんとかこの3つをですね、実現して、大阪をしっかりと、成長する大阪へ変えていきたいなという年になりましたので、僕らも全力でですね、もう今年は頑張らないといけないなという覚悟で、おりますので、ぜひ皆さん方もですね、お力をお貸しいただきたいなというふうに思っています。それでは早速なんですけども、国政報告会の方ですね、始めさせていただきたいと思います。これちょっとあれですかね、今ね、平昌オリンピックね、やってますね、平昌オリンピック。皆さんもテレビ見ておられましてね、日本の活躍、すごいですね。この間の羽生結弦選手ね、僕思わずですね、涙、テレビに向かってね、
手叩きますよね、あれ。向こうに聞こえるわけがないんですけども、テレビに向かって手叩いたりね。まあ本当にまあ、羽生選手も涙流したりしましたけども、こっちまでね涙出てくるぐらい、まあ、本当にまあ嬉しいですね。でまたその選手の、まあ、一言一言もすごくですね、やっぱり感動するような言葉でしてね、やっぱ羽生選手なんかはですね、まあ、この金メダルを取るためにたくさんのことを捨ててきた、ね、そうだろうと思いますね。まあ、おそらく、まあ、遊びたい、まだ20代、ね、前半ですから、まあ、彼女とデートしたいとか、おいしいもの食べに行きたいとか、どっかね遊びに行きたいとかあるんだろうけども、そういうのを全部ですね、捨てて、練習で、金メダルをですね、取ることに、頑張ってきたんだろうというふうに思ってます。まあ、昨日ね、カーリング女子ちょっと残念でしたんですけどね。まあ、そんな中で、今ピョンチャンオリンピックが、まあ、行われておりまして、言われております北朝鮮のですね微笑み外交、これはなかなかね、したたかですよね。まあ、この一番この写真なんかはね、北朝鮮の美女軍団、まあ、これ男性のお面をかぶってますけども、これ美女軍団ですね、美女軍団、まあ、こういった人たちの、まあ、応援もありますし、そしてまた北朝鮮のね、キム・ジョンウンのですね、妹さんですかね、この人が、まあ、韓国の大統領とですね、こうやってお会いあってですね、まあ、外交をですね、まあ、深めていっていると、まあ、こういう状況が続いております。で、これで韓国は大丈夫だろうなと本当心配してます。まあ、それはオリンピックの期間はね、まあ、それはもう平和の祭典ですから、まあ、これでいいんですけども、ただやはり我々も忘れちゃいけないのは、北朝鮮というのは核とミサイルの開発、これは続けてきてるわけですし、そして拉致問題、でこれもまだまだ解決してないという状況ですから、まあ、これにですね、まあ、惑わされることなく、やはりここは日本とアメリカと韓国も、そしてまた中国やロシアも協力して、まあ、北朝鮮にですね、圧力をかけていくということをやっていかなかったら、この核ミサイル問題も解決はしませんし、拉致問題も解決はしませんので、まあ、今はオリンピックでね、まあ、やっておりますが、またその後はですね、やっぱり北朝鮮に対してですね、やっぱり厳しい、やっぱり目で圧力をですね、かけていって、向こうがやはり、話に乗ってくれと、まあ、この間、北朝鮮とアメリカとのですね、首脳会談が、まあ、直前になってですね、キャンセルになりました。まあ、それだけまだまだですね、北朝鮮というのはやっぱりそういう状況にはないというふうに、なってますので、まあ、ぜひともですね、まあ、この圧力についてはまだまだですね、引き続きいっぱいかけていって、北朝鮮がやっぱり政策を変更してくれる、そういったところまで来るまでですね、やっていかなきゃならないというふうに思っておりますので、ぜひここはですね、引き続き、我々もですね、核ミサイル問題、それから拉致問題、まあ、この問題を解決するまで、やるべきだという姿勢でですね、臨んでいきます。で、まあ、次になんですが、今年に入りまして1月の21日日曜日だったんですけどね、この時も私ね、テレビのニュース見てましてね、手叩いて喜びましたね。何かと言いますと、万博で、フランスのですね、パリがですね、手を下ろした、これは嬉しかったんですね。これね、フランスのパリでこの2025年のオリンピックは決まりやと言う人もおったんですよ。もうこれは決まってるんやというふうなことで言う人もおったぐらいです。で、2024年はパリでオリンピック、まあ、これは決まってるんです。2025年万博、この両方をパリは必ず取りますよというふうなことをですね、僕らも聞いてました。で、そんなことないだろうと、まあ、本当に思って、昨年のですね、5月に私とそれから
浅田仁政調会長とですね、当時、まあ、橋本さんもですね、まあ、行きたいっておっしゃったんで一緒にですね、まあ、行ってきて、まあ、本当にですねパリっていうのはもう街中が美術館なんですね。もう一つ一つの建物が素晴らしい建物で、でもうルーブル美術館とかさ有名な美術館もありますけども、もう全ての建物がやっぱり素晴らしいですね。でパリのですねセーヌ川からね、船に乗って、まあ、あのエッフェル塔見た時にね、これはちょっと負けたなと本当思いましたですね。それはもうあのエッフェル塔がね光り輝いてるんですね。でパリのセーヌ川ですよ、もう全部ねパリのセーヌ川からは建物が全部ライトアップされてね綺麗です ね, ね。で帰ってきたらね、僕の家の近くには大和川ですね。それからね、あの通天閣見た時にね、これはちょっとねやばいなと、これではちょっと厳しいなと本当思ってましてね、内心私もですねこのままじゃちょっとダメなんじゃないかなと思ってました。で今年やってまさかまさかですよ、まあ、フランスが手を下ろすと。でまだ1月21日は、まあ、そういう情報だけだったんです。まだ正式には下ろしてなかったんですけども、2月の6日の日に正式に事態をですね BIE の事務局の方にですね、まあ、届けましたですね。だからこれで、残りはですねこのロシアですね、ロシア、ロシアのエカテリンブルクっていうところで、まあ、やると。でもう一つは、アゼルバイジャンっていう国ですね、バグーっていうところで、やるそうですが、まあもうですね、僕らはですねフランスが手を下ろしたい、よかったと思いましたよね。で昨日ですねあのこの経済産業省のこの BI 本部でですね仕事してたあの経済産業省が出向でですね BIE に行ってたですね職員がありまして、これが今あの経産省で、万博のですね責任者でおるんですけども、その武田さんっていう人にですね昨日僕電話で聞いたんです。どうですか、他の国の状況どうですか、ロシアとアゼルバイジャンどうですかって聞いたらですね、ロシアとアゼルバイジャンもパリが手を下ろしてですねもう今勢いに乗ってるらしいですね。これはねちょっとねもう油断できませんね、油断できないですね。で確かに4分の1の確率から3分の1の確率にはなりましたけども、まだ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 ねこのロシアとアゼルバイジャンは気を許すことができませんと。で結構ですね表では言えませんけども票をですねお金で買うらしいですね。これあの160カ国で投票するわけですから、まあ、小さい国にねお金渡すから、これはもうあのアゼルバイジャンも産油国ですから石油が出る国ですからね、ロシアもまあ資源がありますよね。ですから、そういったことで、買収するらしいですね。まあそれだけこの万博はですね、ロシアもアゼルバイジャンもまだこれ日本と同じようにですね今勢いづいているというような状況になっております。で今度ですねもう皆さんもあのお聞きになられているかもしれませんけども、 BIE というですねあの万博の事務局が、大阪に、来ますね。3月の6日は東京で、安倍総理とですね、会談をするということになってまして、でその明くる日の7日8日と、大阪へ、来ることになってまして、大阪をですね、まあ、視察することが決まっております。でこの視察があってですね、そして6月に BIE の総会がまたありまして、ここで3回目のプレゼンテーションと、で最終11月に、もう最後のプレゼンテーションをやって、でその後ですね、投票によって決まるというようなスケジュールになっております。でロシアとですね、フランスはロシアとアゼルバイジャンは今どういうですね活動をしているかといいますと、日本は皆さんもよくご存知の1970年の大阪万博がありました。それから
愛知博ですね、2005年でしたね、の愛知博っていうのがありました。2回あったんですね、2回。でロシアとアゼルバイジャンという国は一度もですね万博をですね開催したことがないんです。でこのロシアとアゼルバイジャンはいろんな国に行って、もう日本はね今度3回目なんですよ。日本ばっかりね、万博おかしいでしょと、もうぜひ、ロシアに、ぜひアゼルバイジャンにということで、まあそういうですね誘致活動を今やってるそうです。だから決してですねまだ楽観はですね全くできないと、まあ、いう状況であります。ただまあ本当に今、大阪にはね、もうこれ京阪もね、乗り入れ、この夢洲の方までですね電車をこう乗り入れしたいとかですね、 JR 西日本もですね、このユニバーサルからスタジオからですね、まだ伸ばしていきたいとかですね、まあ、そういったことをですね、まあ、検討してきてくれてますんで、まあ、どんどんとですねこの大阪のベイエリアがですね、発展していくということは、まあ、間違いない状況になってますので、なんとかですね、この勢いをですね、ぜひ、まあ、手に入れて、成功させたいなというふうに、我々もですね、まあ、一生懸命、活動を引き続きですねさせていただいておりますので、ぜひ皆さんもですね、応援をしていただきたいなというふうに思っております。まあそういう、まあ、フランスが降りたということが、まあ、一つはですね、これはもう世界の、まあ、ホロの風がですよ大阪に吹いてるなというふうに、僕はですね、まあ、思ってまして、まあそういった時にですねまたもう一つ嬉しい知らせがありました。何のことだかもう皆さんもよくご存知だと思います。 G20 ですね、これです。 G20 なんです。これ、G20 サミット2019年、来年ですけどもね、大阪開催がですねこれ決まりました。嬉しいですね、よかったです。これ去年のドイツのハンブルクであった時の G20 サミットです。これ G20 ってね、もう皆さんあんまりですね関心なかったかもしれませんが、 G20 ってすごい会合なんです。すごい会合なんです。これはもう世界各国の首脳、ね、これ、ドイツのメルケルさんね、見てください、これアメリカ大統領トランプですよ。これフランス大統領マクロンですね。それから、どっかに、ちょっと見えないですけどプーチン大統領、あ、ここに行ってますね、プーチン大統領、習近平中国国家主席ですね。こんな人たちがですね大阪に来るんですよ。大阪に来てで何を会議するかというと世界経済について会議を行うんです。で世界経済の金融とか通貨の問題ね、そういったことについて一堂会して会議をするのがこの G20 なんです。これがすごいです。でこれはですね実はですね皆さんの資料にもちょっと入れさせてもらったんです。取り合いだったんです。取り合いしてたんです。大阪も手を挙げてましたけども、大阪だけじゃなくてですね福岡とそれから愛知ね、手を挙げてたんです。で早々とですね去年の12月の23日に大阪市開催ということで施設県面で評価ということがですね産経新聞に載ってしまったんですね。でこれでですね慌てたのが麻生財務大臣なんです。麻生財務大臣ね、G20 サミットですから、そらもうね麻生財務大臣は福岡出身、選挙区は福岡ですからね、地元の福岡の国会議員からね、福岡の県議会議員、福岡の 市の市議会議員もですねみんな福岡でやってくれやってくれということでですね、
この巻き返しにものすごい躍起だったんですね。で一方ですね、この会議、この新聞報道を受けてですね、大阪のですね、これも松井さんもこれも早々から知ってたんですよ。大阪で開催されるということが松井チーム分かっとったんです。もうこれはね、外務省と話がからあってですね、もう大阪でやるんだと、ね、それはなぜかというと大阪でしかできないんです。なぜかというとホテルが必要なんですね。から警備で、まずですねホテルがなかったらダメなんですね。でこの G20 サミットに必要なホテルの部屋数、この前回のハンブルグでやった時はですね、部屋数が9000室ですよ。9000室もいるんです。で G20 の中にはですねサウジアラビアという、ね、世界の産油国、皆さんもご存知でしょ、サウジアラビア共和国というね超お金持ちの国がありましてね、飛行機、政府専用機ね、日本は政府専用機1台で行くじゃないですか、向こう政府専用機10台で行きますからね。10台ですよ、桁が違うんです、桁が。でホテルは一棟ごと借りるんです。ホテルはねもう一棟ごと丸々ですね借りるんですよ。それぐらいですね、もうお金をじゃんじゃか使うんですね。政府専用機、サウジアラビア共和国のね国王なんかですね、飛行機からタラップで降りてくるのはね、エスカレーターみたいなやつをわざわざ、それだけをですね先に、国へ送ってですね、でそれをつけるわけですからね。ほらもうすごいです。もうこの間ですね、東京に国王が来た時がありました。東京のですねハイヤー、黒塗りのハイヤーがなくなってしまった、なくなってしまったんです。それだけですね、もうハイヤーもみんな1人1台ハイヤー乗りますから、2人3人乗らないんですね。だからもうハイヤーが足りなくなってしまった、まあ、そんなことが起こるぐらいなんで、でホテルから考えたらですね、これ大阪でしかできないんです、できないんですけども、今年のですね2月16日、つい先日ですよ、つい先日 G20 開催、福岡巻き返す、最終調整、政府大阪から転換、こういう記事が出たんですね。でこれ、このちょうど直前にですね、松井さんもですね、いやー、まあ、厳しいねって言ってました。実は厳しいんやと、もうもう大阪の自民党のなんか国会議員や府会議員やあいつらかな、なんかもう自分らが大阪決まったようなことを言うからな、もうそれでちょっとまた麻生さんに火がついてもうて、ほんでもう今必死だとるんやとか言ってですね言ってました。でその直後にですね、その1日か2日後に福岡巻き返すっていうですね記事が出たんですね。で福岡はそんなにねホテルがないんです。で麻生さんなんて言ったかというと、クルーズ船もですね、大きな豪華客船をね、博多港に並べたらいいじゃないかと、まあそういうことをですね言われて、福岡でもできるというふうなことになったんですね。で僕らもですね、この G20 サミット、ああもうこれ福岡に取られたかなと、そう思ってましたですね。この2月20日 NHK ニュースで夜のですね7時か8時ぐらいだと思うんですけども、G20 大阪開催決定って出ましたですね。嬉しかったですね、本当に。もうこれはですね、最終的にどうやって決めたかというと、まあ菅官房長官はなんとか大阪でやりたいなというふうに思ってたんです。麻生さんはいや福岡やと、これはもう政治力で言ったらですね、それはもう麻生さんのメンツがありますから。でも最後は誰が決めたかというと安倍総理だったんですね。安倍総理が最後は
大阪だということで、決めてくれました。よかったです。これでですね、来年の7月といえば参議院選挙があるんですけども、僕の選挙があるんですけども、この7月に G20 サミットがね、しかも安倍総理のね、一番の晴れの舞台、自民党有利でしょうねまあでもいいんです、そんなことはどうでもいいんです。あの本当に大阪開催されてですね、世界各国からね、大阪が注目を浴びればいいというふうに思ってまして、本当にですね、私も喜びたいというふうに思っております。で、ここのですね、スイスホテルの人に聞きました。先ほどスイスホテルどうなんですか、 G20 の開催に向けてなんかやっぱり聞いてますか。聞いてますって言ってました。7月は一応ですね、抑えてあるんです。でもですね、警備上ここはダメなんですってね。どっからでも入ってこれるんですよ。どっからでも入ってこれる、ね、5階も6階もあるしね。そしてまたあの高島屋からも入ってこれるしね。もう入り口だらけなんですよ、このホテルって。だからね、警備上ね、警備がしにくいんですって。だからあんまりですね、この G20 の、まあ、開催のですね、首脳陣が泊まるホテルとしては向いてないんですね。多分ね、新聞記者さんとかね、メディアさんとか、そういった方たちが利用するのかもしれませんですね。まあ、一応、まあ、そんなことで、このホテルも7月はちゃんと開けてますというふうな話でありました。で、今ですね、まあ、あの国会が始まっておりまして、まあ、国会が始まるときにですね、今回どういう法案を出しますという閣議で、決めるんですね。で、その閣議で、決める法律の中にようやくなんですけども、このカジノを含む統合型リゾート IR ですね、この IR の法案をですね、出しますよということが閣議で、決まりました。ですからこの1月から始まって6月の20日ぐらいには、通常国会がですね、終わるんです。ただまあ延長国会はできますんで、まあ、7月8月と、まあ、これ延長できるんですけども、ただまあ、その中で、IR というですね、法律をようやくですね、出しますよということがですね、決まりました。ようやく決まったんです。で、今ちょこちょことですね、新聞報道出てますね、なんか週3回までやとかですね、月10回までとかですね、で入場料は2000円とかですね。まあね、ちょっとまあどうなんかなと、まあ、いうふうに思いますが、まあこれもまあ、まだ決まりではありませんのでね、おそらくまあ検討していることをですね、新聞にちょっと書かしてですね、でちょっと世間の反応を見ると、ならもう真っ先に反応しているのは松井大阪府知事ですね。本当に早いですね。子供みたいなこと言うなとかですね、まあ、子供になんかね、子供になんか週3回とか言ったら、子供はなんか規制するようなこと言うなとかですね。で、あんまりそういう規制を厳しくするとですね、まあその投資会社、IR をやるね、サンズとかですね、MGM とか、まあ、ゲッティンとか、まあ、そういったですね、IR の会社があるわけです。そういったところがこう大規模なんですね、まあ、投資をしてくれなくなるやんかと、まあ、これはその通りなんですね。あんまり最初からですね、こう縮小するような話を出しちゃうと、まあ、後から規制してしたらいいんですよ、ね、規制なんてものは最初はちょっとね、間口広げといたらですね、まあ、ボーンとですね、もう1兆円とか2兆円とかのですね、投資をしてほしいわけですから、そういったね、MGM とか、サンズとかに。ですから、まあ、間口を広げておくはいいんですけど、今からこんなことをですね、言ってるもんですから、まあ、それは投資会社もですね、ちょっと縮小してしまいますよね。だから、まあ、そういうことに慣れてしまうから、あまりこういうことは言わないようにと、まあ、いうふうなことをですね、松井大阪知事も即、まあ、反応してくれてましたけども。で、IR、まあ、これ、もう何度も言ってますけども、カジノだけじゃないんですね。
で、カジノだけじゃないんです。カジノっていうのは、まあ、今回のおそらく法案の中にも出てくるんですけども、全体の 3% で平米数は1万5000平米までというふうなことをですね、今のところ検討をしてます。で、なんで1万5000平米かというと、あのシンガポール、まあ、行かれたこともある方ない方もおられると思いますけども、シンガポールにあのマリーナベイサンズっていうね、あのビルが3本建てて、上にあのプールのあるあそこの、まあ、施設なんですけども、あそこが大体ですね、地下1階に、カジノがあるんですけども、そこは大体1万5000平米なんですね。だから、まあ、今のところ法律ではですね、全体の面積の 3% で1万5000平米以内というふうなことをですね、書き込もうというふうなことで、まあ、検討をしておるんですね。で、あとの施設はというと、まあ、こういうねホテルであったり、それからまあコンベンションセンターですね、まあ、国際見本市みたいなですね、今今度あの G20 は先ほどちょっと言うの忘れましたけど、開催場所はですね大阪府大阪市住之江区南港ですからね、南港、あのインテックス大阪ありますね。南港にお住まいの方おられますか？大変ですよもう覚悟していただいてね、まあ大阪のためですからちょっとね覚悟していただいて、もう限界態勢になると思います多分、はい、インテックス大阪には近づけませんからね、はい、インテックス大阪で、やることになるんですけども、あそこを回収するらしいですね。回収してやるんですが、まあ、そういう日本一会場とかから国際会議、大きな国際会議ですね、まあ、そういった施設がメインなんです。で、こういうのはなかなかですね稼げないんですね。稼げないんで、まあ、そういうカジノの、まあ、資本をお金を使って、まあ、こういった会議をできるような施設を作るということなんですね。で、やはり大阪がポテンシャルが高いのは、まあ、大阪の魅力ということで、道頓堀なんかもありますし、また京都へ行けばですね、こういう、まあ、金閣寺とかですね、まあ、世界遺産の、ものとかですね、やっぱりたくさん、まあ、観光資源が、まあ、あるというふうなことで、来るだろうということになっております。ですから、まあ、決してカジノだけではなくてですね、エンターテイナー、マジックショーとかセリウディオンみたいなんですね、ああいう世界的な有名な歌手を、まあ、来てもらってですね、コンサートをやったりとかですね、まあ、そういったことがですね、この IR というですね統合型リゾートという中身でありますので、決してカジノだけではないんですけども、まああの新聞報道を見てたら全部カジノって書いてますね。全部カジノって書いてます。どれを見てもカジノって書いてます。まあ、ただなんとかこの法律をですね6月の会期が終わるまでにですね通さないと大変なことになるんです。またこれ廃案になってしまいますからね。廃案になってしまうとまた時間がかかってしまうんで、今のところ立憲民主党とかね猛反対してますね。猛反対、まあ、公明党さんはちょっと態度がですね、まだちょっと見えてこないなと、まあ、維新はもう当然、僕らをやるべきだということで、賛成でありますが、そんな状況なんです。でも今年中に早くやらないと2025年の万博に間に合わなくなってしまうんですね。間に合わなくなって、もうそんなタイムスケジュールなんです。だからもうギリギリなんですね。だからもうこの6月までになんとかですねこの法律を通さないといけないという状況になっております。まあ、これが IR で、まあ、今年の、まあ、一番のですね大阪にとって一番、まあ、大事な3つのうちの1つがこの IR の法律を通すということが大事だということですね。それから、まあ、あの話がどんどんと飛んでしまいますが、今あの国会の方ではですね、衆議院の方で、まあ、予算委員会が行われております。まあ、この予算委員会、最初はですね選考の話ばっかりでしたね。選考の話ばっかり、何やろうなとテレビパッとつけてね、選考がどうのこうのあった、選考配ったでしょ、何の話してるのかなと多分思った人もおるかもしれませんけども、まあ、茂木大臣がね、まあ、亡くなられたご家庭だと思うんですけども、まあ、選考ですね、まあ、配っとったんですね。で、その茂木大臣は、衆議院なんとか選挙区支部茂木とかやってですね、まあ、そういう名前で出してたんです。まあ、それは
セーブらしいんです。セーブらしい。ところが前に小野寺防衛大臣は最初選挙出た時は小野寺っていう、ね、名前で選挙を配ったんですね。で、まあ、公職選挙法違反で、まあ、しばらくですね公民権停止になってしまったというふうな話があったんですね。で、まあ、今回は野党ですね、まあ、その選挙、まあ、立憲民主とか、まあ、もう一生懸命、そのことをですねやってました。で、この選挙の法案は、選挙は僕らですね法案を出してるんです。で、今回もまた出させてもらったんです、ね、おかしいでしょと。個人で、ね、出したら出したりから東徹後援会で、選挙を配ったり、ね、これは今公職選挙法でダメですよとこうなってるんですね。ところが東徹参議院選挙区大阪府第一支部で、選挙を配ったらこれ OK なんですね、今の法律だと。これはおかしいでしょと。だからこれは両方ともですねこれできないようにするべきじゃないですかというふうなことをですね我々はそう言って、まあ、今また法案をですね出させてもらいました。で、このね法案、僕は議運のね、まあ、委員会とかでこうね、まあ、法案を出したりとかしますね、皆さんよろしくとか言って言うとね、大概の人はねそれその通りやなと。自民党の人もね、民進党の人も、まあ、共産党の人も、まあ、共産党は大体そういうのは賛成なんですけども、まあ、みんなですね、あ、東さんの言う通りやとかね、みんな言うてくれるんですけどね、実際ね、それを審議してくれって言うたらね、みんな黙ってしまうんですね。でも法案だちゃんと出しましたからですね、審議してくださいよと、まあ、いうふうなことを言ってます。で、まあ、今回ですね、予算なんですけども、97.7 兆円です。過去最大と言われています。過去最大の予算で、まあ、この社会保障費、まあ、約33兆円ですね。33兆円、まあ、これがどん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 と、まあ、これからも膨らんでくるのは間違いがありません。で、こうやってバックできるのかな、高野さん、バックできるのこれ。反対あ、これね、はい。で、今回の 97.7 兆円の予算案のポイントは、一つはですね、人作り革命ってよく言いますね、聞いたことあるかもしれません。まあ、人生100年時代をですね、いよいよもう皆さん、人生100年時代ということがですね、もうよく言われるようになってきました。人生100年時代ですからね、まだまだ100年に向けてですね、皆さんも健康に気をつけて、頑張っていただかないといけないですけども、保育所の受け皿拡大、それからですね、保育士の処遇を改善、保育士さんの給料を上げていきましょう。から幼児教育の段階的無償化、今国の方でも3歳児、4歳児、5歳児はこれは無償化にしましょう。で、0歳児、1歳児、2歳児、これは、まあ、非課税世帯は無償化にしましょうということで、ようやくですね、検討に入りました。まあ、そんな状況です。それから、まあ、生産性革命ということでですね、中小企業による、まあ、設備人材の投資とかですね、それから税制上の優遇、まあ、給料を上げた会社には、税制上の優遇をしますよと、まあ、そういうようなことなんですけども、から、まあ、研究開発にはですねお金を出しましょうとかですね、それから生産性向上のためのインフラ整備はどんどんとやっていきましょう。それからもう一つは、まあ、財政健全化ということですけども、これもですねなかなか財政健全化にはなりません。まあ、どん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 とですねもうプライマリーバランス2020年黒字化と言ってましたけども、これがですね、まあ、できないような状況でこれがどん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 とですね、後ろへということになってきとるということです。まあ、そんな状況で、国の借金はですね減るどころか、まあ、増える一方でして、まあ、1000兆円を超えておりますというのは変わりはありませんし、借金する額はちょっとずつは減らしてきてますけども借金の全体量はですね、まあ、増えていっているというような状況になっております。で、まあ、そんな中で、まあ、97.7 兆円のですね予算を今回ですね、まあ、組んで、今ですねその予算について、審議をしているというような状況ですけども、
まあ、予算委員会ね、皆さん見てもらっても分かるんですけども、なんかね、こういう話をしてることは見ないでしょ、ね、今ね、何が一番問題になってるかと言いますと、あの厚生労働省ね、裁量労働制のね、データがおかしいやないかとか言ってですね、言ってます。それがこの次のですね、ここなんです。今回の国会はですね、働き方改革国会だということで、所信表明ですね、安倍総理がそう言いました。で、働き方を変えていくんだということで、一つはですね、残業時間を規制しましょうと。今まではサブロク協定といって、その残業してもいいですよという、まあ、労使で協定を結んだとしても、今回はあのちゃんと残業規制しますよと。で、あの電通の、ね、方で自殺された、あの過労死で亡くなった方がおられました。で、まあ、そういったことが、まあ、二度とないようにということで、時間外労働の上限については月45時間、年間360時間を原則として、ただ臨時的な特殊な残業があった場合でも年間は720時間、月単位でも100時間未満、だから100時間を超えると、月の残業時間が100時間を超えると、こう過労死ラインだというふうに言われてまして、この100時間未満にするんだというふうな内容になってまして、で複数月、2ヶ月とか3ヶ月の平均でも80時間に限定をしているというのが一つ、この残業規制というのが今回の働き方改革の一つの柱です。で、もう一つがですね、脱時間給制度の導入という、これが今話題になっているですね、問題でありまして、あの、まあ、高度プロフェッショナル制度の創設ということで、これ何かと言いますと、まあ、金融機関でです、金融機関とかね、そういったところで、まあ、ディーラー、まあ、証券会社とかでですね、まあ、そういったところで働いてて、一定の年収、まあ、例えば1000万円以上を持っている方、まあ、そういった方の場合はですね、一定の、まあ、あの休みとかそういうのを確保した上でなんですが、もう残業時間関係なくですね、働いてくださいよと、まあ、いうような、簡単に言うような内容になります。で、これは年収1000万円以上の人に限ってます。で、もう一つは裁量労働制度の対象拡大、これが今、安倍総理ですね、まあ、非常に、まあ、立憲民主党の大阪さんという、ね、衆議院議員の方がおられますけども、その方が、いや、これはおかしいでしょうと、もうこの法案をもう撤回せというふうなことを言っているのが、この裁量労働制度の対象拡大なんです。で、今までみたいに、企画型とかですね、まあ、それから、まあ、コピーライターみたいな、ああいった職種の人とか、そういった人には、これまでも裁量労働制というのはあるんです。裁量労働制というのは、何かと言いますと、例えば、私は、まあ、9時間大体働いてますと。で、一方の人はですね、7時間で仕事を終えてる人がいますと。まあ、ちょっとごめんなさい、分かりにくいですね。でも、例えば私が10時間、ね、基本的には大体1日労働時間で8時間ですよね。8時間です。で、私が、まあ、例えば、10時間大体毎日働いてますよと。で、もう一方の人は、まあ、7時間でもね、大体仕事を終えてる人がおったりとかします。で、その場合だと、じゃあ、みなし時間って言いまして、これは労使で決めてですね。で、みなし時間として、じゃあもうね、間取って9時間働いてるということにみなしましょうと。だから、9時間よりも短い人も、9時間働いてるだけの給料は出しますよと。で、9時間働いてるけども、10時間、11時間働いてる人も、これも9時間とみなしますよというのが裁量労働制で、その範囲をですね、営業職みたいな人にもちょっと拡大していきましょうというのがこの裁量労働制で、まあ、企画業務型裁量労働制の対象を業務に、課題解決型の開発提案業務に、まあ、裁量的に PDCA 回す業務と、まあ、なんか分かりにくいこと書いてますけども、まあ、営業職にもですね、ちょっと広めて、ただ単純な営業じゃないですよと、
まあ、いうような内容になっています。でこの法案を出すにあたって労働審議会というのがあるんですね。労政審というのがあるんですけども、そこを通すときにデータをですね示したんですね。でそのデータがおかしいんじゃないかと、データがおかしいんじゃないかと。で、この裁量労働制の人の方が一般の労働者の人たちよりも残業時間が短いんですよというデータが あるんで、だから裁量労働制の方がいいんですよということを安倍総理が答弁したわけですね。でそうするとそのデータを見たときに、いやこれこのデータの取り方がおかしいでしょということが分かってしまったんですね。で、これはもう厚生労働省の方はですね、もうすいませんと、まあ、謝りました。で安倍総理も、まあ、謝って、これを撤回をしております。ただ、まあ、今のところですね、まあ、この裁量労働制についてもですね、法案を出すという予定になっています。でもう一つは同一労働同一賃金、正規雇用非正規雇用とありますけれども、非正規雇用の方でも正規雇用と同じようにですね働いておられる方もおられますね。同じように働いて、ただその時間給にすると全然違う、それは不公平でしょうと。で同じような仕事をしてるんだったら同じような中身の仕事で同じように能力もあって同じように成果が出せるであるならばですね、同一労働で同一賃金に、して不当な扱いをしないようにしましょうというのがこの同一労働同一賃金です。で、まあ、一応この大きなですね、3本柱、まあ、他にも細かいのはあるんですけども、まあ、大きくこの3本柱になってまして、これをですね、まあ、今回の厚生労働省からの法案として出そうとしてるんですけども、まあ、予算委員会とはあまり関係ないんですね。予算委員会とはあまり関係なくて、まだこの法律自体が出来上がってないんです。出来上がってないんですけども、大体大まかなところは、まあ、出てきてるんですが、まだ正確には出てきてません。で、それをですね、今予算委員会では、まあ、おかしいじゃないかというふうなことで、今そのことばっかりですね、話をしているという状況です。まあ、それが今のですね、まあ、国会の状況だということです。で、まあ、僕らはですね、もちろん、この働き方改革についてもですね、まあ、大まかには、まあ、賛成もしておるんですけども、我々が今一番ですね気にしているのは、まあ、特に、気にしているのはですね、昨年安倍総理もですね言ったように、確かにもう本当ですね、今の日本の状況というのは国難なんです。で2040年、まあ、2025年問題って皆さんもよく聞かれたことがあるかもしれない。団塊の世代がみんながですね75歳以上になっている。でそういうのが2025年です。確かにその時代も本当に厳しい、まあ、医療の問題、介護の問題、年金の問題、非常に厳しい時代が来ます。でもその2025年問題って今よく言われてますけども、その後もまた厳しいんですね。それが2040年まで続くんです。その2040年になるとどうなるかというと、もう人口も減ってきて、日本に今1700ぐらいのですね市区町村がありますけども、その半分は消滅の危機にさらされるというぐらいの状況になってくるわけですね。だから今からやらないといけないのは本当にですね、その2040年の、まあ、これからの将来のことを考えて、これからの若い人たちや子どもたちの時代のことを考えて、今から手を打っていかないとダメでしょう。でそのためにやるべきことは何ですかと。それはやはり我々がまずは身を切る改革をやって、そして、ちょっとでもですね、公務員な誰もですね辞めさせるなんて言ってないんです。退職されたら、ね、補充しないで、ね、100人のところを、まあ、50人にするとかですね、退職人が100人出たら補充を50人するとか、まあ、そういったことで徐々にですね国家公務員の数も減らしていったり、まあ、そういうことをですねやっていけなかったら日本の将来ないでしょうということを、まあ、我々は一番ですね、危惧をしておりまして、まあ、それをですねやっていかないといけないですよと、まあ、いうことを常にですね言わせていただいております。
で、まあ、そんな中で、まあ、今あの国政のことをですね、いろいろと話をさせていただきました。で最後に、一つだけ、区割りが、ね、2月の22日に、大阪市と大阪の法廷協議会が行われまして4区案ということで、絞られましたですね。で、この4区案でいくと第1区は、この港区、此花区、西淀川、淀川区、東淀川区、それから第2区はですね、旭区、それから、鶴見区ですね、北区、福島区、ごめんなさい、宮古島区、宮古島区、鶴見区、城東区、東成区で、第3区はですね、西区、中央区、浪速区、大正区、西成区、住之江、住吉、から第4区が天王寺、生野区、阿倍野区、それから東住吉区、平野区と、まあ、こういう、まあ、4つのですね、区に分けることになりました。この4区案と6区案とあったんですが、最終的にですね、まあ、4区案ということで決まりました。あの資料は中に入っておらないみたいですが、一応ですね、またあのこの今これをベースに、まあ、これからですね、法廷協議会が進んできます、進んできます。今日ね、辻淳子先生のジャンパーを着た方がおります。辻淳子先生も一回ね、ここへ来ていただいて、まあ、ぜひね、この区割りのこととかですね、法廷協議の話をですね、していただきたいなというふうに思っております。まあ、そういったことで、まあ、大阪が、まあ、大阪が今本当にですね、 G20 も決まりました。これから万博 IR、 この大阪が世界の大阪になろうとしていくことを、まあ、ぜひですね、我々は将来にね、実現したいなと思ってます。今世界の人たちは日本って聞いたら東京しか多分ね、知らないと思いますね。日本には東京がある、大阪がある、まあ、そういうですね、大阪に、まあ、ぜひしていくことが、まあ、必ずこの日本の将来の経済の発展にですね、必ずつながっていくというふうに、確信をしていますので、ぜひとまた、皆様の今年のですね、また応援をどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではせっかくの機会でございますから、質問ある方おられましたら、何なりとご質問いただきたいと思いますが、はい、手上がっていただいてます。では、本日もお話ありがとうございます。まあ、私最近気になったことですけど、やっぱり政治ですけど、やっぱり税金の無駄遣いを何とかしてほしいということです。まあ、もちろん公務員の給料とか議員年金の物価もやっぱり問題視してるんですけど、私は公共事業についてです。まあ、やっぱり、まあ、民主党政権時代にやっぱりコンクリートから人へ、まあ、ほんまに無駄な公共事業はなくして、ほんまに医療許可とか教育にお金を回していくっていう思想は、私は基本的には賛成です。けど自民党になってから、こういうふうなコンクリートが一人はなくて、国土強靭化、まあ、10年間200兆円以上公共事業を積みますっていうことは私は問題視しています。まあ、もちろん高度経済成長から、まあ、50年ということで、まあ、経年劣化している箱物とかをもちろん補修とか耐震化をしていくことはもちろん必要です。それはそうですけど、やっぱり国一律でやってしまうと、まあ、誰も通らないような道路とかトンネルを掘ったり、本当に必要性のある箱物を建てていいのかなというふうに思ってるんです。まあ、やっぱり、まあ、例えばの話ですけど、大阪であったら温泉施設とか、まあ、ワインミュージアムとか誰も使わないものをどんどん作っていったということをしたとしても、東京の基準に合わせてしまうと、やっぱり同じようなものを作ってしまうと、その身の丈に合った行政とか、まあ、建物を建てられなくなってしまうっていうふうな
懸念がある。だからこそ私は地方に権限財源を脅してきて、それでやっぱり本当に必要なものと嫌ないものをやっぱり精査するためにも、やっぱり住民参加でやっぱガラス張りの議論をしてほしいというふうに私は個人的に思っているんですけど、東さんはどう思っていらっしゃるんでしょうか。ありがとうございます。もうこれはもうね、もう我々が、まあ、大阪府議会、まあ、大阪橋本知事の時代からですね、もうやってきたことは、まあ、本当に、まあ、無駄な公共工事、ダムとかね、ダムもたくさんやみましたよ、ね、大阪府でも、まあ、ダムの計画もあったやつですね、もうやめたやつもあります、まあね、やらなくてもいいダムもあるわけですね。でただやっぱり、災害対策とか、まあ、それは必要なんですよ。で今大阪も国から補助金もらってですね、防潮堤をですもう一遍ちょっとですね、基礎を強化したりとかですね、そういった工事やってます。まあ、こういった、まあ、災害対策、まあ、こういったものはやっぱりやっていくと。で、やらなくてもいいような公共工事はやっぱりやめていくと、まあ、これはもう当然だと思いますね。でただまあインフラ整備ね、例えばリニア、あれなんかまあほぼほぼほとんどはもう全部 JR 東海のお金で、ねやってるのもあります。それは民間がやってるやつは、ね、いいんですよね。だからやっぱりそういうのはやってる。で IR はこれは民間ですからね、民間ですから、これはもう民間の資本で全部やるやつですから、そういうのと、まあ、きちんと分けてですね、考えていかないといけないなと思ってますので、まあ、おっしゃる通り、無駄な公共事業はやるべきではないというのはもう当然です。はい、ありがとうございます。他あるようでしたらもう、ありがとうございます。お待ちください。こんにちは。今日はありがとうございます。あのね、あのさっき働く方改革、あのなんか自殺しはった 東大卒で電通であのしはった人あったでしょ。そしたらものすごく電通悪者になってでしょ。私ね77ですけどね、あの日本に資源がないから働けて働かなあかんっていう教育受けてますね。あの それから5ね、休日ものすごく増えてますね。あの私が働いてた頃より 土曜日休みでしょ。祭日もいっぱい増えてね。私この間そんなんで計算したらね、3日に1回休んでる計算ですそやからね、あのほんで橋本さんと松井市長さんでも吉村さんでも、まあ私の目の前でほんまに休んでる日あるんかなと思うぐらい働いてますね。ね、ものすごい頭脳を持ってるのに、せやかね、あの私にあのそんなことね、あの残業したらあかんとかそんなこと言うてたら私日本を滅びるような気してきて、働ける人は見たらあかんなんそう思いません？こんな人間もいてるいうことね、あのなんかね、あのなんか伝統あるものになっててね、あのなんで死ぬぐらいやったらやめたらええやんって私は思いますわねえ。そこまでする、それが親が、あのあれでしょ、なんか電通が悪いみたいに訴えてるでしょ。そんなことしてたらね、日本潰れると思って心配してますね、幼稚か知りませんけど。ありがとうございます。ね、おっしゃるとこも思ったんです。僕からはなかなかそれ、なかなか言いにくいところですね。言いにくいところなんですけども、まあ、ただやっぱり働き方もいろんな働き方がね、多様であっていいと思いますね。だから、まあ、先ほど言いましたような、まあ、高度プロフェッショナルとか、まあ、裁量労働制というのも、まあ、そういった、まあ、労使間でね、決めて、まあ、本人も納得して、そういった形で働く分には、まあ、いいのかなと。確かにね、働かなあかんですよね。僕もそんなに休みもらってません。もらってませんというか、まあ、もらうもんでもないんですけども、まあ、うちの事務所もね、なんかね、そんなに休みが、ブラックな事務所でね、もう本当にね、みんなよう働いてくれてます。
要は働いてくれてます。まあ、そういう、まあ、いろんな働き方があっていいんだろうなと私も思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。非常に頑熟なる質問でございまして、勉強させていただきました。ありがとうございます。それでは議員にはここで皆様を見送りのために先んじて出て、いただきまして、末席扉にしてお控えをいただきます。ありがとうございます。毎月1回のペースで、またやっていきますので、またぜひですねご参加いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日もありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは皆様方先ほども申しまして、申しておりますように、この出席カードの方だけね、帰りしなにもうお名前だけで結構でございます。大体の人はもう分かるのでございます。